令和2年1月12日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2019オーシャンボールトーナメント西日本セミファイナルズトレジャーズ対クエスターズの一戦が行われます。試合開始10時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイトのユニフォームがトレジャーズ、ワイルドカード勝ち上がって本戦出場です。失礼、手前側クエサスです。奥側カラーブラックのユニフォームがトレジャーズ、今季より参戦する新規のチームです。トレジャーズは今季初参戦にして本戦出場となりました。クエサーズレシーブ、トレジャーズキックオフ、クエサーズリターンで試合が始まります。パントフォーメーションを選択。パンター5番、しかしこのパントシャンク。このパントはハーフウェイ付近でボールデッド、攻守交代です。ナイスラン、ファーストラン。タッチダウン、ランニングバックは直接ダイレクトスナップを受けて中央突破。相手タックルを振り解き、その前のゾーン飛び込み、タッチダウン。クエサーズ6点獲得。ワイドレシーバー2番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、ファーストダウン獲得です。トレジャーズファーストダウン、パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、ファーストダウン。再び中央へ並んで、キャリア21番、タッチダウン。ランニングバック21番、ハンドオフから中央突破。相手タックルを弾き飛ばし、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。トレジャーズ、6点獲得。ランニバック29番、ショットガンフォーメーションの QB に入るワイルドキャットフォーメーション、そこからダイレクトスナップで右オープン展開。トレジャーズディフェンスを振りほどき、大きく独走、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。クエサスナイスディフェンス。トレジャーズ中央へのランプレーを超えました、キャリア32番。しかしこれはチャージによりノーゲイン、フォースダウンに変わります。パス成功、ファースダウン。パス成功、ファースダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー2番にパスを通し、ファースダウン。中央へのランプレー、キャリア32番。しかしこれはクエスターズアジャスト、ファーストダウン獲得に至っておりません。
QE3 クォーターバック4番乱れたスナップを抑えようとしましたが、これをトレジャーズが QB サーク。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番ミドルゾーンエンドゾーンへのパス、これを2番はキャッチミスしましたが、弾いたボールを1番がカバー、したがってパス成立、タッチダウンです。トレジャーズ6点獲得。QB サーク、インターセプト。ターンオーバー、タッチダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー24番へのパス、これを24番カバーされながらキャッチ、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。トレジャーズ6点獲得。ナイスラン、ファーストラン。クエサーズファーストダウン。キッカー29番、キック成功、3点獲得。フィールドゴール成功で3点獲得。ここで前半の残り時間がなくなりました。前半を終えましてトレジャーズ21点、クエサーズ16点、トレジャーズリードで後半戦に移ります。中央へのランプレー、しかしこれはクエサーズ92番、ナイスディフェンス。クエサーズナイスディフェンス。ランニングバック10番の中央のラン、しかしこれをタックルしたのはクエサーズ92番。トレジャーズファーストダウン、パス成功。中央へのランプレー、キャリアー21番、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー2番にパスを通し、ファーストダウン。 QB サーク。クォーターバック8番、スナップが乱れ自らそのボールを抑えましたが大きく後退。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。アンスポーツマンライフコンダクト。クォーターバック8番、プレーが終わった後にボールをスパイクしました。この反則、この行為がスポーツマンらしくない行為と捉え、反則となります。この反則は重大な反則となり、反則発生地点から15ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しとなります。右に流れつつターゲットを探しましたが、これをクエサーズが QB サーク、大きくロス。
ーバー。このキックはショート、フィールドゴール失敗、攻守交代です。ボールオン自陣44ヤード。中央へのランプレー、キャリア2番、ここでボールをファンブルしましたが、幸いこのボールは6番が抑えております。インターセプト、ターンオーバートレジャーズファースター。トレジャーズファースター。クレサーズナイスディフェンス。トレジャーズサードウェイト。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。しかしこれはクレサーズ97番がアジャストし、ほとんどゲインなし。ナイスラン、ファーストダウン。何が29番、ハンドオフから左オフタックルを駆け上がり、ファーストダウン獲得です。クォーターバック4番、右に流れながらスクランブル、しかしファーストダウン獲得に至っておりません。4回目の攻撃失敗になりますので、攻守交代、ターンオーバー。プレーナンバー4-27、トレジャーズ自陣20ヤードからファーストダウン点。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了。試合終了となりまして、トレジャーズ21点、クエサーズ16点でトレジャーズの勝利。トレジャーズ西日本ファイナル進出決定です。ありがとうございました。